ブレイク・シェルトンブレイク・シェルトンはアメリカ合衆国のカントリーシンガーソングライター、テレビ司会者、身長196センチメートル、グラミー賞に3度ノミネートされた、2001年シングルオースティンでデビュー。その後発売されたセルフタイトルアルバムブレイク・シェルトンに収録されている。オースティンはビルボードのカントリーチャートで5週連続首位を獲得。このアルバムは 彼の初のゴールドディスクとなり、このアルバムからさらに2曲が上位20位に入った。このアルバムはジャイアントレコードナッシュビルから発売されたが、2001年後期の閉鎖に伴いワーナーブラザースレコードナッシュビルに移籍。2003年の第2弾アルバムザドリーマー、2004年の第3弾アルバムブレイクシェルトンズバーングリルも共にゴールドディスクに認定。 2007年の第4弾アルバム Pure b ー s ーのボーナストラックにはマイケル・ブーブレのヒット曲ホームのカバー曲が含まれ2008年にこのアルバムからの3枚目のシングルとして発売された2008年11月の第5弾アルバムストトン・ファイアーズに続き2010年にコンパクト版ヒルビリー・ボーン・オール・アバウドト・トゥ・ナイト2011年にアルバム レッドリバーブルーが発売された。22枚すべてのシングルがカントリーチャートにランクインし、うち12枚がシータ3枚もトップ10にランクインした。歌のオーディション番組、ナッシュビルスター、クラッシュオブザクワイヤーズ、ザボイスの審査員としても知られ、ザボイスは放送開始当初から3シーズン続けて出演している。カントリー歌手、ミランダ・ランバートと結婚したが、 2015年に離婚した。オクラホマ州エーダで中古車販売員の父リチャード、美容院オーナーの母、ドロシーの息子として生まれる。幼少の頃に歌い始め、12歳からギターを習い始め、15歳で初めて作曲をする。16歳で地元で開催されたデンボダイヤモンド賞を獲得。1990年11月13日、ニリッチーが24歳で、 交通事故で亡くなる。他に、姉エンディがいる。17歳で、テネシー州ナッシュビルに転居し、歌手としての活動を始める。ナッシュビルで何年か過ごした後、1998年、ジャイアントレコードと契約。2001年、アイワナトークアバウト目をシングルで出す予定になった。しかし所属レコード会社のスタッフはアルバムに先駆けて、この曲を出すことに難色を示し、 結果的にこの曲は、トビー・キースが歌うこととなり、キースはこの曲で、第1位を獲得。その代わりとして、オースティンを、デビューシングルとして発売。しかし、発売直後に所属レコード会社の閉鎖と、ナリオヤ会社のワーナーブラザースレコードに移籍。オースティンは、ビルボードのカントリーチャートで5週連続首位となった。作曲家、ボビー・ブラドック・プロデュースのセルフタイトルアルバム。 ブレイクシェルトンを発売。シングルカットされたアル・トーマス・コンリーとの共作、オール・オーバー目・およびオルレットは20位以内にランクイン。オルレットは、ラジオではそれほどヒットしなかったが、自ら気に入っている作品であり、コンサートでの人気曲ともなった。このアルバムは50万枚以上を売り上げ、アメリカレコード協会より、ゴールド認定された。オールミュージックのマリア・コニッキディノアは、オースティンは、 とても想像力に富んでいるとして、好意的な批評を寄せており、シェルトン及び作曲に携わった、ブラドックとコンリーを称賛している。カントリースタンダードタイムのスコット・ホームウッドは、近年のカントリーの曲の似たようなものの寄せ集めとして、あまり好意的ではなかった。2003年2月4日、第2弾、アルバム、ザ、er ・ドリーマーが、ワーナー・ブラザースレコードから発売。 アルバムに先駆けて発売されたシングルザ・ベビーはカントリーチャートで3週連続首位。シングル2枚目ヘビー・リフトンは32位。3枚目プレイ・ボーイズ・オブ・ザ・サウス・ウェスターン・ワールドは24位と振るわなかったがアルバムザ・ドリーマーはゴールドディスクに認定された。2003年中期アンディ・グリグスト・モンゴメリー・ジェントリーと共にトレーシー・バードのシングル ザ・トルース・アバウト・メンにゲストボーカルとして参加。2004年、第3弾アルバム、ブレイク・シェルトンズ・バーングリルが発売。アルバムに先駆けて発売されたハーレー・アレントの、共作のシングル、When Somebody Knows You That Well は、カントリーチャートで、最高37位。しかし次のシングル、次に、コンウェイト・イッティの1988年のシングル、グッバイ・タイムのカバー曲を発売。 このシングルと次のシングル、ノーバディーバット t はトップ10内に入った。以前の2枚のアルバム同様、今回のアルバムもゴールドディスクに認定された。またこのアルバムに合わせて、ビデオ、ブレイクシェルトンズ・バーン・アンド・グリル、A ビデオコレクションも発売された。2005年12月18日、ニール・パトリック・ハリス、レベッカ・ゲイ・ハート、アンガス・ティ・ジョーンズ、ロブローが出演するテレビ映画、 ザ・クリスマス・ブレッシングでノーバディ・バット・メなどが使用された。シェルトン自身も出演し、チャリティ・コンサートでノーバディ・バット・メを歌う本人役であった。2007年初頭、第4弾アルバム、ピュア・ BS 発売。ボビー・ブラドック単独プロデュースだった。これまでの3枚とは違い、ブラドック、ブレント・ロー・ワン、ポール・ウォーリーがプロデュースに名を連ねた。ドンとメイク目は、第12位。 ザモア、アイドリンクは第19位と、このアルバムからの最初の2枚のシングルはどちらもカントリーチャートでトップ20に入った。タレントオーディション番組、ナッシュビルスターで審査員を初めて経験し、後にクラッシュ・オブ・ザ・クワイヤーズでも審査員を務めた。2008年、ピュア BS ・ビー・エースはマイケル・ブーブレのヒット曲、ホームのカバー曲を含む3曲のボーナストラックを加えて、 再発売。2008年初頭、このアルバムの3枚目のシングルとして、ホームが発売され、7月に彼の4枚目の首位シングルとなった。2003年11月17日に長い付き合いのーネットジャンと結婚するが、2006年離婚。現在、CMT 主催の100グレーテストデュエットコンサートで知り合った、カントリー歌手のミランダ・ランバートと結婚している。ランバートは、 彼のホットカントリーチャートで首位を獲得したシングル、マイケル・ブーブレのカバー曲、ホームでコーラスとして参加している。2010年5月9日、4年の交際の後、彼女の父の許可をもらった後に、彼女にプロポーズした。2011年5月14日、テキサス州ボーンのドン・ストレンジ牧場で結婚し、リーバ・マッキンタやシーロー・グリーン、マルティナ・マクブライド、ケリー・クラークソン、 ディエルクス、ベントリー、チャールズ・ケリー、ザベラミー・ブラザーズなどの多くのセレブリティを含む550名を招待した。結婚式の後、婚約したその日に結婚したかったけれどもようやく結婚できた。と語った。二人は、オクラホマ州のテキソマ地域の小さな町、ティショミンゴに住んでいる。2012年1月17日、オクラホマ州で、 父親が健康の衰えにより71歳で亡くなった。2015年、ランバートと離婚。2015年より、グウェン・ステファニーがパートナーである。2016年6月10日のコンサート終了後、射殺されたクリスティーナ・グリミーについて、NBC のテレビオーディション番組、ザ・ボイス・シーズン6にて、指導に名乗りを上げた一人である。シェルトンは、あのスイートリトルガールを失ったことは、 気を失いそうであり、腹立たしく、そして心が砕ける思いです。クリスティーナとその家族は、ずっと私の心の中に居続けますと投稿した。ありがとうございます。